今来そうだな。おはようございます。ということで今日はねちょっと久々のルイとルネにドッキリをしたいと思うんですが、ちょっと前にインスタのアンケートでルイとルネが大きくなったからこんなドッキリしてほしいっていうのありますかっていうのをね募集したら、結構いろんないいのがあったの。そのいろんないいものがあった中の、まあ、今日はちょっと一つ目、ルイとルネに離婚ドッキリをしてみたいと思います。って言ってもね、悲しい感じになるのもちょっとやだから、まあ俺とマナは別になんかスーパーに行くっていう体で話すけど、それをちょっとうまくもうパパとママ離れ離れになっちゃうみたいな感じで、ちょっとうまくルイとルネに話して、だからルイとルネからしたら、あれもうパパとママって、まあ離婚って言葉ちょっと理解できるのか分かんないけど、パパとママがお別れするっていうのになったらどんな反応するのかとか、ちょっといろいろあんまね深刻にならないようにポップにやりたいと思います。まあ、だからまずはその4歳と5歳にその離婚とか、まあ、例えばもうルイとルネの前でも全然ねラブラブだけど、だからまあ信じるのか、まずいやなわけないでしょってなるのか、いろいろちょっといろいろ検証してみたいと思います。まずさ理解できるのかな、そう理解してくれるかな、まず。それではちょっとカメラセットして様子を見たいと思います。明日じゃあ動画撮ろうかな。明日にさ、明日動画撮るね。ちょっとね、明日動画撮ろうか。明日どんな動画撮るの？まあ、まだ決めてないけど、まあどんな動画撮ろうか。やりたい。うん？やりたい。別に。ハギハギだよ。あ、そう。うん。これね。首、首がハギ。なんで突然パパ大好きで見出した？パパ見て、これが本物のハギハギです。怖怖すぎだろ。ちょっとさ、ルネ、うん、ちょっとね、ルイとルネに話さないといけないことがあるんだけど、うん、できるんだよね。え、話したいことはあるんだよ。なんかさ、この前さ、話何ら好きとかやったよね、ルネとルネに。いや、ちょっとね、ちゃんと話さないといけないことがあるの、ルイとルネ。じゃあちょっと話聞いてくれる？いいよ。じゃあちょっと一回、じゃあちゃんとパパの顔見て。ちゃんとじゃあパパの顔見て。いい話して。実はね、パパとママ喧嘩して、もうママからね、一緒に行きたくないから、外に出てってって言われちゃったの。知ってる？なんで知ってる？絶対嘘っぽい。わかりません。絶対嘘だと思う。パパ嘘つきだと思う。いや本当に、だから。だってさ、パパがいなかったら車運転しないからさ、絶対ドキリでしょ。うん、だからもうママとパパ一緒にいれないから、うん、まあママは電車。帰った電車とかで行くけど、うん、だからもうルイとルネとも会えなくなるね、パパ。ルネはルネも、ルイもママも、パパさ、パパに会いたくなってきた。でももう今日が最後、今日だけもう会えなくなる。なんで？いやでもパパとママ喧嘩しちゃったから、なんかそうなっちゃうけど、リトリーの大丈夫、ちょっとだけパパと会えなくなるけど大丈夫、うん、ルネ大丈夫、うん、ルーはやだ、ルネもやだ、泣きそう、来てる隣に。じゃあ行くよ。どこに？え？パパから話聞いたでしょ？え、パパと行きたい。でもパパとママ喧嘩して一緒に行かないんだよね。ね、テレビみたいな。
そうなっちゃったけど、じゃあさ、うん、パパとママ、ね、もうルイになって、パパとママ別々になるけど、ルイとルネじゃあどっちに行く、パパとママ。じゃあねね、ママじゃあルイパパ。ルイパパ、いつもママ大好きなのに。ママは車できないでしょ。うん、お料理はさ上手だけど、はい、でパパはお料理も上手だし車の運転も上手だから、パパにする。ねえ、どうしたの。ここ地鉄だね。あふれるいい雲構えて、じゃあここからスパイダーマンなの。ここからツスって。本当はこれケアだよ。ケアしただけ。じゃあルイはパパってことで、じゃあルネ行こっか。どこに。え、ママと一緒に外に。パパとママも別々だから、だからルイにバイバイして、ルイとパパにバイバイして。ルネテレビ見てみて。一緒に行きたい。なんかジョナとかもママがルネも完全に泣いてるから。ルネも泣いてる、完全に。マイクそれ見つないむとジョナもいなくなっちゃうの。パパとママどっちかに行くことになる。ルネも完全に太ってる。じゃあルネは全然悲しくない、別々になっても。最後にジョナとマイクと耳とナイブにイコイコしたい。じゃあイコイコしてきて。じゃあもう何回も言うけど、じゃあパパとルイが一緒にスーパー行くってことね。でママとじゃあルネはじゃあ家で待ってて。家で待ってて。うん、okay. でパパとルイでスーパーで買い物してきて、まあ帰ってきて、じゃあねねするか。ママとパパレゴだから、完全にレゴじゃないか、レゴだよ。あ、パパとママがバイバイすると思ったの。あ、バイバイすると思ったの。ちげえ、誰と一緒にスーパー行くって話してたの。家で待ってる。家で待ってるんかいって言うのとした。はいはい、もう分かってますよ。なんでルネは全然悲しくないの。だってもうルネ見たいの。見たいから。あ、ダメ。で、この部屋でゲームしてる。解散早。パパとママのこと大好きだよ。ありがとう。かわいい。実はずっと動画撮ってたんだ。ほんと？どこだと思う？わかんない。カメラどこにあると思う？はい、ここ。ルネ、ね、騙されたの、うん、騙されたの。ルネさ、それさ、何してんだろうって思ってたんだよ。あ、そうなの、うん、分かってたの、じゃあ最初から、うん。ちょっとな、ちょっと泣いてるくせに。ドッキリこれ。ドッキリ。だと思った。だと思った。本当に。どうだったこのドッキリ。やだ。ルイとルネ。やだ。悲しかった。もうこんなのやってほしくない。うん。
悲しく。悲しかったよ。ねね言っていいよ。やだよね、こんなドッキリ。パパが考えたんだよ。パパじゃない、みんなが考えたんだよ。いや、じゃあ次はルイとルネとパパでママにドッキリしようね。なんでママなの？ね。ママだ。肘立っちゃうね。なんで逆にするの？だからママとタッグ組むからパパとはグータッチしないって。あ、そういうこと。そう。じゃ女子チームでやるってこと。うん。じゃあ、ということで、皆さん、他にもこんなドッキリしてほしいっていう、いいアイディアを持ってる方は、ぜひ DM かなんかで教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。パパ、ありがとうございました。うん、うん、うん。パパとママとルイとルネずっと一緒だから。ね。怖いよ。